はい。はい。じゃあ、今まさに演奏を終えられました、はい、ジェイク・岩谷さんでございます。ありがとうございました。ありがとうございました。素敵な演奏ありがとうございました。どうもありがとうございました。気持ちよくさせていただきました。じゃあ、まず気持ちよくさせていただきましたということですが、はい演奏直後の素直なお気持ちを。いや、もう、いつもなんですけど、はい、もう演奏直後は抜け殻になってますんで、元に戻るのにやっぱ30分はいるなっていう。もうその中に入る。そうですね、そうですね。もう出し切ったっていう。はい、ああ、なるほど。それなんか絵を思いながら歌を作られているっておっしゃってます。詩を書くときですね。そうですね。詩を書くとき、うん、曲を作ったり、まあそうですね。じゃあもうその、はい、歌っているときはその絵が思い浮かんだ状態でその中に入っているっていうような感じですか？そうですね。半分ですかね。うん、ある意味どっかこうやっぱ冷静じゃないと、うん、いけないんで演奏のこととかいろいろ考えるとですね、半分多分そっちへ行って半分こっちにいるみたいな感じじゃないですかね、うん、なんかすごく中に入り込んでるっていうようなそうですねイメージが聞いていて思います。はい、はい、もう入り込みやすいっていうか、うん、でもあんまり行っちゃうと本当演奏が結構グタグタになっちゃったりっていうふうになりますんで、そこのバランスですね、本当バランスだと思います。はい、違うと必要な大切な全てすでに手にしてた、引き続き今年も2回目のご出場ということで、はいはい、前回は神戸。神戸だったんですね。で、はい、今回は大阪ということで、はいはい、去年と今年の KMCC に対するその思いって何か違いましたか？自分の中で。応募した時ってことですか？応募した時とか演奏した時とかっていうので、うん、いろいろまあ普段でも活動していてもなかなかやっぱ海外の方と同じ、ステージというかそのやれる機会ってやっぱあんまりないですよね。それは多分九州だからっていうことだけじゃなくてどこにいてもそれはなかなかそういう機会ないですから、やっぱ普段なんでしょうかね、そういう見れないバンド、見れない演奏、見れない、ま、シンガーだとかはやっぱすごい刺激になりますね。お辛い体験も多々終わりになったと思うんですけど、はいはい、今日曲を聴いていると、なんて言うんでしょうね、その絵とかっていう印象をそのままぶつけているっていうのもありつつ、はいはい、みんなになんとなくこう勇気を与えるとか、気持ちが優しくなるとか、そういうようなイメージも私は受けたんですよね。そう言っていただけてすごい嬉しいですね。それは、それはもちろん、うん、それは何か、自身の障害があったからこその、まあ、なんて言ったらいいんでしょう、利点ではないですけれども、そういったところも十分作用しているのかなって思ったんですから、いかがでしょうか。そうですね、多分ですけれども、うんうん、こういった環境がありますんで、うん、
やっぱりそういった点でみんなに、まあ、あの勇気を与えるような、スタイルという、スタイルという言い方は悪いですけれども、そういう方向を目指すべきだという声は多いとは思うんですけど、うんうん、まあ、個人的にはですね、はい、そういうことよりも、まあ、本当にもう自分が表現したいものをとにかく表現するっていうことを主にしておりまして、うんうんうん、その結果そういった声をいただくのはすごくありがたいことだと思ってます、はい、じゃあ結果がそうですね、偶然そういう感じになれば、ね、はい、まあ、良いなと、はい、実際にも私も勇気をなんかいただいた感じになっていますので、はいはい、それをどんどん広めていっていただきたいな。そんなにあの大それたことはあんまり考えてないですか、はい、じゃあ次の質問にもつながるんですけれどもね、はい、今後何か、はい、あの今 KMC に今回出演されましたけれども、はいはいはい、次何かちっちゃい目標でも何でもいいんですけれども、やりたいこととか頭に置いてらっしゃることありますか？具体的に何の予定もないんですけれども、もともとといいますかこの KMC に参加させていただいたことも含めてですね、やっぱりあの海外でやってみたいんですよ、はいはい、あの一人でやれるようになったわけで、うん、その昔は必ずバンドがいないと活動ができなかったんですよね、その歌をシンガーとして活動した時は、うんうんうん、でもギターを弾くようになって一人でどこでも行けるようになりましたんで、 そうですね、それは僕にとってはその何十年間なかった出来事であって、はい、だからこそあのやっぱ外国に行って海外に行って、うん、あのいろんな人の前でやりたいっていうのが目標なんです。これからもですね、まだ今具体的にどうっていうものはないんですけれども、はいはい、じゃあそういうチャンスを、そうですね、ねえ、はい、誰かがね、誰かが、誰かが。そうですね、あるといいですね。そういう。に向けて、はい、そのオーディエンスの方々に対して思われていること、はい、岩谷さんとして何が大切だと思いますか？はいはいはい、1時間ぐらい語れそうな内容ですね。それをシュッと。そうですね。さっさってほしいなって思って歌ってます。その心に刺さってほしいなと思って。例えばライブハウスですから、後ろを向いて、例えばそのカウンター側にいてこっちを見てないお客さんがいれば、うん、僕を知らない人でも振り向いてほしいと思うから、とにかくあのこの人に刺さってほしいと思って歌ってますね、演奏してます。はい、この人の心に、うん、そうですね、はい、こう振り向かせる、そうですね、はい、時の流れに刻まれてきた。じゃあ最後に音楽業界、まあ、KMC の、はい、に対するメッセージと、それから今から音楽業界を目指す今大きな言いましたけど、若者たちに対するメッセージと、はいはい、じゃあまず KMC に対するメッセージお願いします、はい、メッセージ、はい、最初に知った時にですね、そのカンファレンスである、まあ日本一というかそういうのを企画してる、企画してるというかそれを目的としてるっていうのを知った時にちょっと驚いたんですよね、うんうん、なかなか日本でないイベントで、海外では大きな見本市ってたくさんあると思うんですけれども、うん、はい、やっぱそれで非常に興味を持ったのがきっかけだったんです、うん、オースティンの、サイドバイサイドウェストってすごく行ってみたくて、はいはい、偶然なんですけど僕が住んでる大分市、大分市っていうか大分県と、うんうんうん、オースティンって姉妹都市なんですよ。で、大分で音楽イベントがあるとオースティンからも来る、
来たりするんですよ、ミュージシャンが。すごい。でこっちから向こうに行くことも一回だけあったんですけれども、うんうん、だからやっぱ見本市っていうものが、まあ、自分がちゃんと分かってるかどうか理解してるかどうか分かんないですけど、やっぱ非常に興味を持っていまして、うん、で参加させていただいて、うん、でそれとやっぱり実際参加してみると、うん、本当にさっきも言いましたが、日本でちょっと見れないバンド、あの本当に刺激をもらえるバンドに出会えたんですね、去年も今年もですけれども、うんうんうん、だからそれは非常に大きいなと思ってます、うん、これからもぜひ頑張ってほしいなと思ってますけれども。ありがとうございます、はい、では最後に、まあ、音楽を目指す方々へのメッセージ、それは難しい、一言で。いや、それはもう好きだったらやるしかないでしょうっていうことですかね、はいはい、うん、そうですね、うん、いくつになってもっていうか、いくつになっても続けられると。そうですね、続けたい、はい、続いてしまう、続けてしまうっていう感じですかね。いやもう好きだ、やらざるを得ないですよ、うん、はい、じゃあジェイクさんの今後のますますのご活躍をお祈りしております。今日はありがとうございました。今日はありがとうございました。